ミゼラを引き取ってくれる人、いい人だといいな。明日から、もうミゼラはいないんだ。こうやって一緒に歩くことももう。どうかしたの？カナタ。なんでもない、なんでもないよ。そう。いつの間にか、修道院の中で、ミゼラが一番お姉さんになってたんだね。うん。どんどんみんないなくなってしまったから。みんなが恵まれた家に引き取ってもらえるのは嬉しいことだけど、やっぱりちょっと寂しいよね。あ、でも、もちろん、ミゼラのことは俺は喜んでるからね。よかったって思ってるから。うん。ありがとう、カナタ。この辺りも魔物がいるし、気をつけていこうね。ミゼラも少し不安だったりするの？どうかな。きっと大丈夫だよ。あの父さんが選んでくれた人だもの。ミゼラは知ってる？父さんがあんなに村の人から尊敬されてる理由。農業や漁なんかやっても安定した生活なんてできないでしょ？だから村には貧しい人もいっぱいいる。そういうかわいそうな人たちに、父さんはお金や食べ物を分けてあげてるんだよ。すごいよね。うん。だから、そんな父さんが選んだ人なら、きっと大丈夫。うんうん。絶対大丈夫だからさ。そうだね。大丈夫だね。いい香り。着いたよ、ミゼラ。君の大好きな、白縫いの花の丘だ。連れてきてくれてありがとう、カナタ。本当は、大人がいない時は入っちゃいけない場所なんだけど。でも、ミゼラは本当にここが大好きなんだね。うん。白縫いの花は、とても綺麗で強いから。強い？白縫いの花の茎は、太くて丈夫だから、踏まれても簡単にはダメになったりしない。それとね、この花には、もう一つ特性があるの。もしかして、発火性のこと？確か、白縫いの花は、火をつけるとすごい勢いで燃えるんだよね。それが危ないから、ここは子供だけで来ちゃいけないって言われてるし。うん。でもそれだけじゃない。白縫いの花は、自分から火を生み出すこともできると言われてるの。自分から火を？花が咲いている場所に、悪意ある何かが迫った時、一番先頭の花が危険を察知して、発火性花粉を撒き散らす。そうして撒き散らした花粉が、花びらに引火して火花になり、その火花が襲いかかる。大切な仲間を、守るための炎となって。仲間を守る、炎。私は、白縫いの花みたいになりたい。どういう意味？ああ、そうだ。ちょっと待っててね、ミゼラ。ほら、髪飾り。白縫いの花で作ったんだ。素敵。つけてあげるよ。うん。どうかな？綺麗だ。うん。白縫いの花は、とても綺麗だよね。いや、そうじゃなくて。いやいや、そうなんだけど。ん？あのさ、ミゼラ。俺、今まですごく楽しかったよ。ミゼラと一緒にいられて。遠くに行っちゃうけど、またきっと会えるよね。てか、会いに行くから、絶対。うん。楽しみにしてる。あのね、カナタ。一つだけお願いがあるの。今まで私をずっと守ってくれたように、修道院の子たちを、これからも守ってあげてね。そんなの当たり前じゃないか。俺はそのために剣も習って強くなったんだ。みんなの笑顔は俺がちゃんと守ってあげるよ。ありがとう、カナタ。ミゼラ、俺にはね、大きな夢があるんだ。俺はいつか世界中の人を幸せにしてあげたい。トガ人を消して正しい世の中を守るビジョンオーブみたいに、俺もこの世界のみんなのために何かしてあげたい。みんなが幸せになれれば、俺も幸せだから。だからさ、ミゼラ。ミゼラも幸せになってね。ありがとう。私、
に幸せになるね。どうしたの？ミゼラのそんな顔初めて見た。そう？うん。そっか。じゃあカナタ、今日の私の姿をどうかずっと覚えていて。当たり前だよ、絶対忘れない、その笑顔。カナタ、なんでもないよ。そろそろ日が暮れるし、修道院に戻ろうか。うん、そうだね、カナタ。今日は本当にありがとう。